こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の16課72番目のビデオ、話す、聞く、話したり聞いたりですから、会話の練習をしていきます。ちょっと YouTube でなんていうかこうミューチュアルコミュニケーションで難しいんですけど、できるだけ皆さんが自分でビデオを見ながら話す練習ができるように、ちょっと話すタイミングで、はいどうぞ、はいどうぞっていうので、よかったら自分でも話してみてください。ではね、これ、やってみようなんですけど、このね、教科書はみんなの日本語、大河でやっぷんゆ、ダジャーダルユ、いつものね、教科書の台湾バージョン中級3、日本語バージョン中級の2。ただ、同じね、中級の16課の会話のページですのでね、まあ、同じ内容ですから安心して一緒に勉強していってください。今、こちらね、話す聞くのこのページのね、このあたりを今日やりたいと思っています。ページで言うと、118ページです。118ページね。でここは授業で会話のページ、次のページを読む前のウォーミングアップになっています。必ずですよ。私の生徒さんたちは、皆さん聞いてますか？いいですか？私の生徒さんたちは必ずこのビデオを見て、でここでね、どんな風に自分が言ったらいいか、授業中にすぐにロールプレイをやりますから、心の中、頭の中で準備したり、こうメモ書いていってもいいですか？やってきてくださいね。では読んでみましょう。やってみよう。これ2番目、今日2番目です。昨日1番目やっています。よかったら見てみてください。1、友人に階段で足を滑らした時の状況を説明します。もう一度読みます。友人に階段で足を滑らした時の状況を説明します。で、まずはポイントですね。まずはですね、これ説明する時に会話で言い出します。言い出す、出す、どんな意味でしたっけ？そう、始めるという意味です。だから言い始める、話し始めるですね。なんか例えば英語だとアクチャリーはねとか、関東語だと計算ねみたいな感じですかね。なんか会話を始める前の言い方ですね。でそれを、日本語に言うと、日本語で言うとですね、実はね、よくねつける、会話なのでここにねとかつけるといいと思います。実はね、ここにもねあるけどね、実はね、実を言うと、ここら辺使っていきます。実を言うとは少しだけフォーマルだと思います。それからちょっと何々でね、こんな言い方もあります。ちょっと何々でね、この何々でのところは場所とかを入れるといいです。どこどこでねという感じですね。でそれからね、失敗、こう足を滑らせたというのは失敗ですから、失敗を言うには何々てしまいました。で、てしまいましたをもっとカジュアルに言うと、ちゃった、じゃったですね。これ昔やりましたよね。食べてしまいました、食べちゃったとか、見てしまいました、見ちゃった、本を読みますとか、で、読んでしまいました、読んじゃったとか、遊んでしまいました、遊んじゃったの、このちゃったとじゃったの違い、わかりますか？そうです。て形がての時にはちゃった。で、て形がで、でね。で、あと読んで、遊んでのように、での時にはじゃったになります。ですね。それから他にも、あと辞書形を持ってきて、何々するところだったですね。もう、I almost did。つまり、チャーブドーネツオーラでもメイゾー。これは大きいアクシデントになるところでしたが、大きいアクシデントになりませんでした。例えば、死にますとか、but die。I almost died。で、死ぬ。死ぬところだったって、でも死にませんでした。まだ元気です。生きていますね。それからマスケだね。で、そうになった。同じ意味ですけど、死にます。死にそうになりました。でも死にませんでした。こんな感じですね。それから説明ですね。この説明するときに、一番最初は、最後、すいません。最後ね。随方ね。The last one ね。何々するんですとか、何々したんですとか、これね、を使う。または、カジュアルに話すときかな、普通形で話すときは、ノーです、です。ちょっとね、練習してみますね。例えば、何がいいかな。あ、何がいいじゃない。これ、階段で足を滑らせたですよね。なんで、階段で足を滑らせたなので、まずは、実はで、こう、階段で足を滑らせたというのを、ちょっと、簡単ですけど、皆さん自分で言ってみてください。どうぞ。そう、こんな感じ。実はね、例えば昨日とか、ね、実はね、
昨日階段で足を滑らせてしまいましたとか、実はね、またあのねでもね、あのねで言うと、あのね、昨日階段で足を滑らせちゃったんだとか、ちゃったんだとかですね、ここコンビネーション大事ですね。それから例えば実を言うと、でもやってみますか、実を言うと、どうぞ、実を言うと、階段で足を滑らせ、例えば滑らせてしまったんですとか、滑らせちゃったんだ、またはとこれですね、と説明で足を滑らせた時に、例えばですけど break the bone ね、何でしたっけ、グージャーでしたっけ、グージャー、なんか break the bone ってことよ、本当にね。そしたらこれですね、と骨折、あ、こは骨ね、こね、でそしておるはこうだよ ね骨折ね、で骨折するところでしたですね。でも実際は骨折しませんでした、ね、と骨折するところだったんですとか、骨折しますなので、骨折しそうになったんだとか、もっとカジュアルだと骨折するところだったのですね、の、で友達と話すときね、骨折するところだったの、このノとんの関係は、このノがおを取るとんになるっていうことね。ここはこれは何々のですと思って、ね、何々のですのですをキャンセルしてのなんですけど、で説明するときには何々のです、何々んです、で友達と話すようなカジュアルなときにはですだけキャンセルするので、のが残るという感じですね。うん、こんな感じ。今日はちょっとここまでだけなんですけど、ちょっと短いかな内容ね。他にもちょっとやってみましょうか。例えば、今回の会話だと、交通事故ですね。なんか車で、例えば車を運転している時に、今回の事故ではなんだっけ、あ、車じゃない、バイクでしたね。なんかバイクに乗っている時、次のページね、120ページのね、ここね。バイクに乗っている時に、なんかこうハンドルをこう切り損ねてかな、ハンドルをこうなんかまあこう回すときに失敗、あ、こうか、バイクだからね、ハンドルを回すときに失敗しました、それで事故ですね、事故を起こすところでした。でも実際には大きい事故にはなりませんでしたね。じゃあ事故やってみましょうか。ちょっと例えばね、昨日とか先週にしようか、先週かな、先週ちょっと例えば、学校の近くでね、みたいなね。先週ちょっと学校の近くでね、大きい事故を起こすところだったんだ。こんな感じですね。他には、例えば、何がいいか、例えば、じゃあ熱がね、高熱、高い熱ね。高熱が出ました。で、救急車、ね、日本だと119ですね。香港では999かな、ね。で、救急車を、呼びました。もうすごく高い熱だからね。で、そして病院に入院しましたですね。そしたら、例えば、じゃあ、実を言うとにしようかな。それで、何々ちゃったにしようかな。で、んです。あ、ん、のがいいかな。カジュアルに行きましょうね。例えば、実はね、とか、実はね、とか、実を言うとね、先週、ね、高熱が出て、高い熱が出て、で、病院に入院しちゃったんだ、ね、入院しちゃったんだ、でそれでもう少しで、あ、何がいいかな、じゃ入院しませんでしたとか、もう少しで入院するところだったんだとか、こんな説明になります。あとは他には何でしょう、例えば、あ、遅刻しますとか、こんな遅刻、例えば大事な試験に、大事な試験にもう少しで遅刻しましたが、実際しませんでしたね。例えばちょっとで、これではここでは今度は場所ではなく原因に使ってみましょうか。例えばトラフィックジャムね、サッチェは日本語でどう言いますか。そうです、渋滞と言います。渋滞ですね。ちょっとね、渋滞でね、ちょっと渋滞でねがいいかな。ちょっと渋滞でね、大事な試験に遅れるところだったのとか、遅れそうに、ね、これマスケ、遅れそうになったの、あ、でそれは大変だったねって友達ですね。そうなの、そうなので、もう少しで
試験が受けられなかったんだと、ね、もう少しで試験が受けられなかったんだ、だけど先生が親切で受けさせてくれたんだよ、ああよかったね、不幸中の幸いだね、昨日やりましたね、不幸中の幸いだねという表現になります。いかがだったでしょうか。これまずは今日は自分が失敗した時にその失敗の状況を説明する部分ですね。そして明日のビデオではですね、今度は2番目ですね、このね後悔している時の表現をいくつかのここでやってみたいと思います。で皆さんよかったらですね、自分でその不幸なこととか失敗とか良くなかったことをこういくつか書いてみて、でそしてこの言い出しですね、言い出しこのいくつかのコンビネーションでこれどうやってつなげていくかとかをやってみてくれると嬉しいなと思います。見るだけではなくて実際に話すようにですね、私と一緒に話してくれたら嬉しいなと思います。やってみてください。じゃあ今日ここまでにしましょう。お疲れ様でした。また明日一緒に勉強しましょうね。よかったらこのサブスクライブしたりとか高評価ですねしてくれると嬉しいです。あと何か質問があるときは下のコメントから、あと質問じゃなくても何でもいいです。なんか例えば JLPT 受けた人ね、受けた試験を受けた感想ですね、今年の7月の試験はどうでしたか。私の生徒さんも何人かね、いや今年はなんか簡単だったと言ってる人が何人かいたんですけど、ね、それはね N3 の人かな、 N3 を受けた人は、先生今年の N3 は7月は優しかった気がするんだけどっていうなんか話をしてたりとかね、人によってはね、なんか毎年7月より12月の方が優しいと言ってる人もいるんですけど、皆さん意見どうですか。よかったら教えてください。では今日ここまでにしましょう。また明日一緒に勉強しましょうね。見てくれてどうもありがとうございます。じゃあまた明日ね。バイバイ。